全国から8000個のランドセルが集まりました。この取り組みは使われなくなったランドセルを回収し、アフガニスタンに向けて送っているものです。今年は全国からおよそ8000個のランドセルが集まりました。アフガニスタンで新学期が始まる9月頃に子どもたちに配られます。